はい、皆さんこんにちは、ゆきあみです。今日は地球防衛軍 4.1、行ってみたいと思います。ですね、確かミッション88が終わったとこなんで89からだったと思います。ちょっと待ってくださいね。いつものレンジャーに戻して、ミッションを選んでください。これですね。星グライディーのかな、星クライディーのかな。まあ各地の EDF は壊滅、残された戦力は空母デスピナと我々歩兵部隊のみです。もうほとんどいないんですね、地球防衛軍。支援もなく補給もつき、戦いを継続する力がもはや我々にはありません。ですが、明日戦う力がないのなら今日最後の戦いに挑むまでです。大丈夫なのかな、これラストなのかな、どうなのかな。これよりアースイーター破壊作戦を開始します。人類の運命を決める戦いです。いえ、戦力差は圧倒的で勝敗は戦う前から明白、運命はすでに決まっていると言っても過言ではないでしょう。それでも我々は諦めることを良しとしません。直ちに戦闘準備願います。勇敢なる EDF の戦士たち、これまでそしてこれからの奮戦に敬意を表します。ありがとう。ダメだなこれとんでもないミッションってことなのかな。嫌な予感しかしない。大丈夫かな。最後のミッションだけイージーでやったら怒られるかな視聴者さん、ほらーっつって何ハードから勝手に変えてんだよって言いそうだな。まあとりあえずね、今さっきコンビニで買ったスイカバーも食べてちょっと元気になったとこなんで、よし、これで頑張っていきましょう。あとはね、最後なんでね、ハワイアンホームホームかな、前回話してたこの写真を見ながら一回頑張りたいと思います。いやー、このハワイアンホームホームのね、この姿本当に可愛らしいというか、もうこんな感じなら僕ハワイ行きたいですね。さあ、最後のミッション頑張っていきましょう。最後なのかもわかんないですよ、まだ全然知らないんで、この通りあるのか。ついに最後の時が来た。最後って言ってるな。ブレインは我々の頭上にいる。奴はただの司令船ではない、巨大な戦闘要塞であり、アースイーターという大艦隊を従える機関である。わかんねえわかんねえ、どうしたらいいんだ。うわ、すごいことになった。撃沈する。とりあえずこれは聞いてるということでいいのかな。アースイーターという檻を壊し空を取り戻す。わかりました。戦闘開始だ。さあ行くぜ。どこから壊そう。もう壊すとこがありすぎてわけがわからない。とりあえず何でもいいから壊すのがいいのかな。飛行ビーグルが飛び立っています。はい、飛行ビーグル、あー、いっぱい来るってこと。今からとりあえずこの辺も壊しとこう。アースイーターの下部にハッチがあります。あ、で、おとなしくね、じっと撃つだけしてようかなと思ったけど、やっぱ撃ってくるね、当然ながら。とりあえずこれでいいのかな。了解。とりあえずね、いろいろ飛んでくるみたいだから、先に壊す場所壊しとこう。はい。いてててててて。こいつだ。よし。OK。最後の最後まで、大変だな、これ。あれ、ちょっと空のなんか、空からもいろんなもの撃ってくる。ちょっとこれまずいんじゃないの、これどうすりゃいいの。あ、逃げられないんだけど。嘘でしょ。これまずいな。これちょっと激しすぎ。回避薬落ちない。回避薬ください。回避薬早く、回避薬ないで死ぬ。支援可能な海域にいる。手を貸そう。長くは持たない。あー、もう全然逃げられないんだけど、これどうしろっての。こちら砲兵、支援任務に着きます。いや、支援任務いいからさ、補給ちょうだい、補給。あ、やった助かった。あれ取れないよ。なんで。あー、びっくりした。こちら作戦司令本部、このどういうことなんだこれ。回復薬は全然ないんだけど。いやこんな中でどうすればいいんだろう。回復薬落ちないね。回復薬、
回復薬なしでそんなのやれっての？いきなりもうピンチなんだけど。おい、あった。よしよしよし。いてててて。ちょっと。ブレイン上部はアースイーターで回されている。いいぞいいぞ。周囲のアースイーターを破壊しろ。いいだろうだろう。丸裸にするんだ。あっと。赤いパネルを破壊しろ。分かってるけど、分かってるんだけど、真下付近からでないと攻撃できません。明白な装置だな、本当に。ポップの底に目標があると思ってください。あー、もうやりにくい。ここここもちろん現在アースイーターの電子ボーナー微妙に当たってね。遮断され、当たった。世界各地の状況を正確に知る術はありません。うわあ、もう我々はできる限り情報を集めています。この放送は世界中に送られています。回復薬をね、大都市の多くが壊滅しました。しかし多くの人々は都市を離れ成長しています。抵抗戦は未だに続いており、はい、人類はフォーリナーに屈していません。いや、有権を屈する寸前だけどね。この放送を聞きの皆さん、生き抜いてください。必ず生き抜いてください。いや、生き抜けるのかな、これこれ本当にまずい状況だよ。落ちろ、頼む、もう壊れてくれ、頼む。壊れた、よし。壊れたけど雪闇の体力もほとんど残ってない。どうすりゃいい。味方も残ってないし、どうするどうする。ほらよほらよ、回復薬がない。これどうしよう。これちょっとまずくないか。あいあい、たたたたたたた、どうするどうする。隠れながらっつったってな、限度ってもんがあるだろう。あ、いった。そう、あれ一個一個が全部砲台かよ。うぜえ、この攻撃は。やべえな、こんなの。あいででででで、で、あー、待て待て、やめて、もう体力がないです。勘弁してください。パワーを解放しろ。EDF の本番にかけてある。パワー解放。よし、体力落とせ。体力は体力作戦よ。うわぁ、なんだと。嘘でしょ。ブレインとマザーシップの同時攻撃に対抗する術はない。この場にマザーシップが現れたら終わりだ。何か対策はないか。いやー、何もないですね。このままだと全滅の時間の問題だ。対抗できる兵器を探します。しっかりしろ。いや、もうあの対抗するもない、もう意外に死んでるんですけどね。もうどうすればいいんだよこれ。もう本当むちゃくちゃなミッションだな。さあ2回目、第2戦目です。よーし、なんとなくなんとなく分かった。どういう戦いなのかも分かった。もう絶望的なミッションだということも分かった。あとはとにかく移動しまくって、危険は空が必要だ。アースイーターという檻を壊し空を取り戻す。頼む、ハワイアンホームホーム、私に力を貸してくれ。よし、頼むぞ。落ちろ。よし、まだまだあるな、砲台結構しつこいですね。よし、壊れた。これで厄介な砲台はもうないだろう。よし、これダメージ与えられるのかな。これアースイーターの時間か。よしよしよし、いいぞ。ブレインに損傷を与えました。作戦エリアにマザーシップが接近しています。は、何マザーシップ、
まだなんか来んの。あ、ま、あそこ空いてる。あ、そあーもう。このままだと全滅も時間の問題だ。味方が、味方がいないもう。ブレイン2攻撃しよう。機密情報にアクセスしました。軌道上に攻撃衛星が1機残っています。何？機密情報038、サテライトブラスターを搭載。ほう。未完成ですが一度なら発射可能なはずです。サテライトブラスターが無事なのか。ですが衛星にアクセスできるのは総司令部だけです。総司令部もないんじゃないの。総司令部が壊滅した今となっては。くそ、ダメか。あいだだだだだだだ、まずいな。なんだあれ、なんか変なもん投下された。何？総司令部からのアクセスです。総司令部エリア D8 にて健在。民間機2機を経由して電子妨害エリアを迂回、衛星を操作しているようです。おお、すごいじゃないか総司令部。やられてばっかりじゃなかったんだな。言葉はなくともわかる。我々を助けようと必死なのだ。よし、いいね。みんななんとか逆転の。サテライトブラスタースタンバイ。よし、頼むよ。よし、またどうなるの。マザーシップ防御スクリーン展開。サテライトブラスター臨界出力。頼む、もう援軍なんか来なくていい。防御スクリーンを貫きます。いけー、頼む。撃破しました。よしよしよし、あとはあとはこの戦場をなんとかすればいいのか。サイドの射撃は不可能です。これで十分だ。チャンスは今しかない。ブレインを破壊しよう。よし、一気に落とそう。よし、片付いた。大変なことになってるな。回復薬、回復薬、あと1個だけ何か落ちないかな。あと1個あれば間違いなくいけそうな感じがする。あの邪魔なのを片付けて、もう最後の最後まで武器の、ね、武器が落ちてくる。よしよし、まだしぶっ壊れろ。この戦って、一緒に戦って、この何大破。よし、やったか。勝った、やった、勝ったの。よし、大したくもある。え、なになになに、すごいのが来やがった。え、なになに、あ、ブレインの周囲に新型のアスリーターが現れました。え、なにこの豪華な装備みたいな。おい、待て、なんかめちゃくちゃ装備があるぞ。ちょっと待て、さっきからどれほど圧倒的な存在なのか。あー、ちょっとこれはまずいんじゃねえの。あー、こんなの撃たれたらまずい。壊れろ壊れろ、撃たせてたまるか。撃っ壊れた。こちらレンジャーライン、激しい砲撃です。どうだ、よし撃っ壊れた。よし、オッケー。あ、いで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 、くそ。今までは遊んでただけだのかよ。あー、やばい。なにこれ、ちょっと、うーい。なになにこれ、豪華すぎねえか。おい、なんなのなんなのこれ。な、世界の終わりじゃねえか。うわー、いだだだだ、嘘嘘嘘、これお前何なの。あ、嘘だろ嘘だろ嘘だろ、とんでもねえ威力なんだけど。うわうわうわ、ちょっと勘弁勘弁。サインが、おーい、何なのこれ。何この絶望感しかないような戦場は。嘘でしょ。とりあえずね、あの巨大砲台だけでもぶっ壊しとこう。ぶっ壊れろ。壊れた。よし、オッケー。待って、あのなんか空の隙間から実は攻撃可能とかそういうことない。ないな、空いてないね。
これどうすりゃいいんだろう。全く開かないんだけど。とりあえず周りのこのクソでかい砲台みたいなの壊しとくか。あれ壊すかいいか。とりあえず今はなんか知らんが、俺を狙ってない敵が助かる。あー、急に狙い始めた。負傷者多数、戦闘続行不能です。もう味方がダメだみたいな感じになってる。はい、終わった。どうすればいいんだ、どうすればいいんだ。ちょっと来た。ああ、ちょっと待って、もう攻撃が、あ、ここチャンスじゃない、これ。どう、あ、違う、あ、行った。ハッチから飛行ビーグルが発進しています。またまだハッチあんの。待って、あのまたあのブレイン本体は壊れないの。戦いはまだ続いている。まさか総務チームか。何、総務チーム。ああ、なんかすごい伝説の兵がいるとかいう。あいつ、あ、無理、あ、やばい、ここまで消えられたくない。あー、いやー、このミッションちょっとシャレにならんぞ。あー、どうしようかな、困った。よし、ここまで来た。どうだ、我々は勝った。奇跡が起こったな。また新たなアスイターが落下してきます。なんだと、来やがったな。ブレインの周囲に展開、連結しています。なんだこれは、一体何なんだ。ああ、何なんだろうな、この近代兵器からなんか突然ね、ファンタジー的な何かに変わったからね。これが全力の異星人の全力の兵器かな。ドラゴンもまた出だした。来やがったな。だからこのドラゴン大変そうに見えるけど、実はこいつら回復アイテムの宝庫だと思って見てみりゃね、ただの釣り箱に見える。ほらよ、お前ら、ほら回復薬落とせ。ただロケランが封じられるんだよな、こいつらいると。危ない。あ、いただ。よし、まだだ。そうまでして人類を。危ねえ、また食われてる。いった。回復力はある。よしよし、ある。よし、いいぞ。よし、食われてもな、すぐ倒す。そして回復薬の位置を確認して、ローリングして取る。よし、いいよ。皆さん、あれ、怖いな、ロケランが下手に撃つとやられそうなんだよな。何、あのでっかいでかい元気玉みたいな、やばそうだな。はい、ケイ君のところへ行かせてくれ。あ、もう一個あった。そう、忙しい戦場だな。うわ、撃った。ちょっと待ってね、サンマーリロード中、今は倒せない。あぶねえ。皆さん、あ、まだ戦っている者がいます。ストームチームです。この地獄の中よくまだ生き残ってられるな。待って、一個ずつ片付けていこう。
そうだ、まだいるのか。ストームチームを援護しろ。ストームチームがどこにいるのかわからんが、まあとりあえずね、一歩ずつ片付けていくしかない。ここはもちろん、あっぶね、戦える者はいないのか。危ない、後ろから、後ろからこちらを噛みつこうとしてる奴らがいる。あーちょ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 、作戦エリアに到着、我々が行きます。ストームチーム、死なせはしない。危ねえ。ピノチーム、無事だったか、頼むぞ。あちょっと、おいくら、うわやべ、奇跡を起こすつもりなら手を貸しろ。やばいやばいやばい、ロケラン、ロケランやっぱりなかなか使えないな。使った途端これだ。そう、敵を倒すためには使わなきゃいけない。でも使うと自爆する可能性が高くなる。苦しいな。やられたら俺6回目7回目のプレイを余儀なくされるんだぞ。何時間プレイすることになるやら。よしよしよし、とりあえず回避を探そう。もし万が一ってことがあったらね、大変なことだからね、この状況下で。よしよしよし、あった。まだまだ安心できないぞ。もう一個欲しいな。もう一個あったらまあなんとか大丈夫かなって。見当たらないね。ダメだ、とりあえず倒そう。危ねえ、ウィングダイバーのお姉さん本当にちらほら目の前通る、飛ぶの危ないよ。よっしゃ、いった、大破、いったか。撃沈っていう連絡が欲しい、撃沈の報告が欲しい。危ない危ない、あれほっといたらまずい。落ちた、サイオニックリンクを遮断しろ。どうどう、まだ、どうなの、タイパしたんじゃないの、まだ落ちないの。危ない、あ、よしよしよし、ブレインの破壊に成功、やった、よっしゃ、潰してやった。ブレインが落下する、もう終わりだよね。さあ、よっしゃよっしゃよっしゃ、オッケーオッケー、終わった、やっと終わった。え、でもまだ続いてる戦闘が、やっぱ周り全部潰さないとダメってこと。いや、そんなことないよね。ほら、やった、やったよ、やった。これで終わり、終わりなの。おおおお、どうなったの。やった、勝ったぞー。よっしゃー、防衛成功じゃー。防衛、地球が助かっても街はくちゃくちゃですね。やった、ついに終わり。防御スクリーンに守られたブレインに対し歩兵部隊による地上攻撃を敢行。はい、苛烈な攻撃にさらされ多くの兵士が倒れた。だが精鋭部隊ストームがブレインに肉薄、致命的な一撃を加えることに成功する。ブレインは地上へと落下し、周囲に甚大な被害をもたらした。まあ、コロニー落としみたいになりましたからね。ごう音と衝撃源が地上をなぎ払い、攻撃部隊は爆炎に飲まれて消えた。はい、数えきれない戦士を失い、だがそれでも人類は勝利したのだ。アースイーターは活動を停止、マザーシップは地球から去った。奴らは思ったに違いない。割に合わないと。あ、異星人もやっぱそういうこと考えるんですかね。割に合わないって。我々が失ったものは計り知れない。だがこれだけは、記しておきたいなのかな。はい、なんだ、爆炎に包まれた戦場よりストームチーム帰還。すげえな。てかむしろ多分地球の人たちには多分異星人よりもあの4人が悪魔に見えたでしょうね、きっと。やったね。主人公の名前ストームだったの。
え、ストームチームって主人公の名前から取ったってこと？え、あ、違うよね。多分ストームってなんか、いや、そうだったのかな。いやでもね、なんとかクリアできましたね。やりました。あー、よかった。いやー、本当にまさかここまでね、結構長引くと思ってませんでしたね。もうここ最近ミッションがね、いつも 3つぐらいクリアして収録してたのに、もう1つやるのがやっとなぐらい、一個一個が長くて強くて、ね、この最後のミッションももう7回ぐらいやったのかな、7回目ぐらいでやっとクリアすることが、ね、できました。いやー、ちょっと心が何度折れそうになったか、最後の方ね、途中ね、ハードに難易度ね、やっぱりノーマルばっかりやってたのもハードに上げて、まあ、なんとかね、ここまで来れてよかったですね。でね、地球防衛軍のタイトル自体はね、初めてだったので、まあ、いろんな意味で新鮮なゲームとして遊べました。うん、これはまた続編とかもそのうち出るかもしれませんね。いやー、面白かったです。うん、いやー、本当になんかね、もっとラストだからもっと変わったものが出るのかなと思ったんですけど、まあそうでもなかったですね。最後はブレインとドラゴンの強襲って感じでしたし、いや、でかいのもオールスターのように来るのかなと思ったんですけど、最後は来なかったですね。いやー、とりあえず何はともあれ、皆さんの視聴していただいたおかげで最後まで来ることができました。本当ありがとうございました。これで、地球防衛軍 4.1 の方、完全終了ということになるのかな。はい、ミッションを選んで終わりましたね。これで、最後のミッションも終わりました。皆さん、ではありがとうございました。ではね、地球防衛軍の方、これで一応おしまいっていう風には、ミッションの方最後の89だったので終わりなんですけれども、実は続きがありまして、ダウンロードコンテンツの方、最近ありましたので、そちらの方、次回またやっていきたいと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。